俺の看板、AW ネーム、アイドモスコリです。今回は、謎の無料でガチもらえるイベントが来てますんで、それについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、今回はまあ NGP のイベントが来てます。まあ今回はまあ普通の会員でも参加できるようなまあイベントっていう風になってますね。あの概要欄の方にリンク貼っておくんで、そこからね、飛ぶと参加できますよっていうイベントで、まあページ飛んでからログインすれば OK と。ログインさ、できない人結構いらっしゃるんですよね。できなかったって方いらっしゃいましたんで、そういう方はまあ認証コードを使ったログインありますんで、そっちからログインすればいいと思います。まあそれでもできないっていう人は問い合わせた方がいいと思います。まあ早速ね、やっていきましょう。まあどんな感じのイベントかっていうと、これ抽選があるんですよね。ガチャがあるんですよ。まあこれを回せますっていうイベントですね。とりあえずこれログインするだけで1回は回せるんで、1回回しておきましょう。自分はもう回してガチャが出ました。はい。出ますんで、回しておけばいいんじゃないかなというふうに思います。で、さらに回した回数に応じて、まあ、アイコン枠とか、まあ、専用のね、称号の方とかがもらえるっていうふうになってますね。あとはま、ガチャの方とかね、もらえるっていうふうになってます。そして、ま、今回ね、ポイント貯めるには、まあ、こんな感じのミッションがあって、まあ、指会員でもできるミッションと、正会員じゃないとできないミッションっていうのがありますね。とりあえずこの毎日ログインの方で、ポイントの方がもらえるっていうのと、シェアすることによってポイントの方がまあもらえるっていうのがありますね。まだまあバトルでポイントのもらえたりとかして、まあ予備会員だったら3日とか4日に1回、正会員もなっていたら2日に1回ぐらいで大体ですねガチャの方が回せるっていう風になってます。で金券チャージすることによって1金券につき1ポイントもらえると、まあ1000金券だったら1000ポイント、1万金券だったら1万ポイントもらえると、チャージすることによってなっているっていう感じですね。この専用のすぐ移動の方から押してですね、チャージセンターの方行ってここからチャージするとまあもらえるって感じです。まあ、今バインド金券のイベントもあるんでそっちのイベントとまあ、使い分けていきながらすればいいんじゃないのって感じの内容という風になっております。そしてプラスですね、今回、まあ、抽選の他に、まあ、消費したポイントに応じてランキングがありまして、まあ、こんな感じでね、1位になったら NGP マントの方 A 級がもらえるっていう、ついにここで A 級を持ってくるっていう感じですね。A 級だったりとか、まあ、2位だと、まあ、車両スキンの方、3位だったら金銃ですね。はい。あとは、ま、何やかやもらえるっていうのと、3G までの間に入ったら、なんかマントの方がもらえるっていう風になってますね。周年感謝祭グッズパックっていう風になっていて、まあ、一応その新しいね、黒いマントの方がもらえるという風になってます。専用の黒いマント。でかいっすよね。専用のマントがあるっていうのは。まあ、そういった具合です。一応こんな感じでランキングの方は乗ってますよっていう風になっております。今回ちょっと若干チャージしといて、チャージしてですね、まあ、この抽選の方を追加で回してみようと思います。OK です。チャージの方してまいりました。早速ね、抽選の方回していきましょうか。これで利用可能ポイント結構あるし、お、反映されましたね。あぶね、終わったと思った。反映されんじゃんと思って。20回回せるんで、回してみましょうか。はい。で、まず1回目ですね。出るかな?さっきね、ガチャ出ましたよね。なんかマントとか出ないかな?これマント。あ、もう1回。ポイントか。ポイントは別にいらないですね。マントこれ A 級なんかな?体験だよね、さすがに。な、金銃当たらんかな?金銃。どうせって被せたいっすよね。お、ガチャもらいましたね。これガチャもらえるの普通に美味しいっすよね。ね。そこが普通にうまいっていう、ポイント。ガチャがうまいっすね。金銃も当たればいいんですけれど。シャイニーなんちゃらみたいなやつ当たらんかな。いらねえ、10ポイント。10ポイントはいらん。お、いらない、いらない。お、なに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 なやばい、めちゃくちゃ今消費した。あ、タップして、動画をスキップできるんだ。これでね。10ポイント多くない?スキップしたら10ポイント多くなるってある。あ、やばい。スキップせんとこ。スキップせんかったらいくっしょ。ね。関係ないか。関係なかったですね。あー、10ポイント多い。あー、50ポイント。あー、やばい。10ポイント多いな、これ。お、ガチャ式当たりましたね。ガチャ式うまいですね。10ポイント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 ばっかりだ。金銃来ないかな、これ。なかなかまあ、でも、こんな、ポンポン当たらんすよね。うん。OK です。今回してみましたけど、まあ、ガチャして2枚ぐらいですからね。一応まあそうやって当たるんで、ある程度まあ使い切ってる方っていうのは、チャージ特典の方ですね。やってみてもいいかなというふうに思います。お、3枚目でだ。うまいですね。これでいいと、いうふうになってますね。で、これで、称号と NGP の、アイコンの方が自分もらえるっていう具合なんですね。はい。で、ランキングも一応入ったっていう。まあこれ後でどうせ抜かされるっしょ。どうせ抜かされるっしょ。あんま関係ないですけれど。はい。一応そういうイベントがありますんで、してみるといいと思いますね。OK です。ゲーム内の方にもやってまいりました。これで NGP から得点も来るというふうになってますね。チケットがいくつか来るっていうのと、
まあ、アイコン枠の方ですね。これが来るっていう風になっております。あ、もう一個来た。いいですね。チケット、まあ、増えるのは悪くないかなと思います。まあ、普通のチャージのこちら使い切った人っていうのは、まあ、NGP のチャージ使って、さっきみたいな特典の方、まあ、ゲットしてみてもいいのかなという風に思いますね。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね、スキン一通り揃っていて、一つの種類で一つのスキン持っていたら、あとのスキンがお蔵入りになるのが耐えられんと。そうなんですよね。まあ、その、例えば車もそうですし、まあ、銃もね、おのおの、まあ、一つのスキン持っていたら、あとね、持っている他のスキンっていうのはもういらない存在になってしまうという。新しく当たっても、まあ、わざわざそんな拡張せんだろうっていう風にやっぱなっちゃうと思うんで。やっぱね、例えば AK だったら、まあ、AK の2本目以降のスキンもなんか、いろいろね、展示だったりとか、まあ、使用できる場所っていうのは欲しいかなっていう風には思いますね。服と違って、その、銃スキンってそんな気分では買えないと思うんで、一回そのいいやつゲットしたら、それをまあずっと使うと思うんですよね。ですのでなんか、2本目以降の、2種類目以降の、まあ、同種系統のその、銃スキンとか、あと車の方に関しましても、なんかどっかね、利用用途があればいいと思うんですけどね。まあ、展示のテーマがあるとか、うん、まあ、展示のテーマが多分一番いいんじゃないですかね。ホームとか、プロフィールの方で、まあ、銃とか服の方も展示できるとか、まあ、車の方もね、なんか、なんやかんや、まあ、違う要素があるとかあったらいいと思うんですけれど、まあ、現状は2種類目以降のスキンに関しては、まあ、利用用途っていうのがないんで、ゲットしちゃったらもう課金しないんですよね、こういうコードに。課金する理由っていうのがマジでなくなっちゃうんで、まあ、それはまあ、ユーザーからしたらいいのかもしれませんけれど、まあ、アイテムを集めるっていう楽しみはなくなってしまいますしね、イベント参加率も下がるし、課金する理由っていうのも減っちゃうんで、どうせやったらその2種類目以降のね、なんか、展示あったりとか、なんやかんやの使い道っていうのは、追加しておいた方が、まあ、いいと思うんですけどね。で、次ですね。確かに金枠出るけれど、出るだけで価値がない。ドラゴンみたいなレアだったら喜べるけれどと。まあ、そうなんですよね。まあ、今回の金枠、配布で結構金枠出るんで、まあ、課金するほどの装備ではないですよね。まあ、普通にシェアカードの方でゲットして、まあ、チケット作れればいいんじゃないっていう、そんな感じのあれですよね。で、次ですね。金券数計算したら2800もらえるはずなのに、2200が最大ないけれど、なんでと。まあ、一番その、招待のイベントの方ですね。全部クリアしきった後の、まあ、金券が表示されているんで、まあ、招待だったりとか、まあ、復帰プレイヤーと戦闘に行くっていうのをこなしてなかったら、まあ、2200で止まりますよ。で、次ですね。AK アルファ体験だけれど、体験は先方版じゃなくて、進化版の体験なんだけれど、永久でゲットできた場合も進化版なんかなと、進化版ですね。はい。永久でゲットしたら進化版もらえます。なんでそれだけ進化版なんだろうっていうふうに思うんですけれど、まあ、金チケ作りづらくするためとか、まあ、そんな感じなんでしょうね。はい。まあ、去年のスキンなんで、持っている人多いですから、まあ、拡張してなくてそのままの人っていうのもいらっしゃると思うんで、まあ、金チケ作れないように、それだけ進化版にしておくっていう、そんな感じなのかもしれないですよ。で、次ですね。今回のケーキ振ってくるやつまた、上限あるのかなと。ありそうっすよね。ありそう。あ、まあ、あるかどうかわかんないんですけれど。まあ、いつも通りやったらありそうっすよね。なんか、前は15個ぐらいで制限食らってましたよね。まあ、今回は1日3つずつなんで、まあ、なかなかそこまで行くのが大変なんで、まだわかんないですけれど、ね、そのうち制限来そうっすよね。だって制限なかったらね、10日まで毎日3枚でしょ。ね、相当それ美味しいですからね。30枚近くゲットできるんで、それはね、やばいっすよ。で、次ですね。下打ち、負けるやつが悪いとか言われそうやけど、いい気分ではないですね、と。まあ、いいことはないっすよね。でも、下打ちする人が、まあ、最近ね、結構ね、増えてる感じではあるんですけれど、まあ、増えているとは、まあ、一時期減ってたんで、まあ、プレイヤーの入れ替えってのが起きたんだろうなっていう、まあ、そういう印象もありますね。はい。まあ、いいことではあるんですけれど、まあ、入れ替わった結果、まあ、そうやってね、まあ、下打ちするのが再び楽しい層ってのが、まあ、出てきたんで、やっとったら、まあ、飽きますからね。若年層が若干まあ入ってきてるっていう、そんな感じなんでしょうね。はい。